はい、ローガン・ラガンズの原宿メモリアル125周その4です。辻さん794回です。お、それは何かの語呂合わせですか？うん、大化の改新。大化の改新？794年じゃないですか、あれ。あー、700、泣くよ。あ、違う、大化の改新、違う、全然違うや。泣くよ、うぐいす。それだ、平安京だ。ですよね。ダメだ、この収録取り直したい。もうそれぐらい恥ずかしい今のは。ダメだこりゃ。大化の開始が何か、あの吉井さんの、そこそこで、はい、クイズでありましたね。結構無双っぷり発揮したのに、こんなとこでバカを露呈してしまった。はい、まあよろしいじゃございませんか。はいはい、はいはい、工房もなんたかってやつですよ。ああ、あれね、うん、あの工房の筆の誤りみたいなやつね、うん、まんまじゃないですか。じゃあ参りましょう。ローガン・ラガンズの原宿メモリアル、はい、さて、毎週水曜日はですね、時事問題、社会問題をこうテーマにいろいろ話して。社会派ですね。まあもともとね、はい、そっち系の男なんです、うん、本当はね。お、はい、で先週は節電なんていうこと話して、節電、はい、うん、ちょっと前は首相の決め方なんての話して、お、政治、その前赤ちゃんポストとかクールビズとか自殺とかいろいろ話してますけども、すごいじゃないですか。え、ちょっとしたニュース番組の特集みたいじゃないですか、うん、だからそういうのところを目指してるんです、水曜日だけは。あ、分かりました、うん、はい、今回は介護。介護、うん、おお、はい、介護とね、あの、なんでこれを取り上げようと思ったかっていうと、はい、まあ、この高齢社会ですよ本当にね、はい、で、まあ、老人ホーム順番待ちとかっていう感じで、本当、市営もこう公営も両方とも、まあ、公営なんて本当に入れないらしいですからね、あれね、うん、裏から手を回さないと入れないみたいな、抽選とか、裏から手回すの、抽選とか言いつつもね、で市営にしたら結局お金がなきゃ入れさせられないわけであって、はい、で、まあ、一方でこう寝たきりとかもあんまり動けなくなるとかね、はい、そういう、まあ、ご老人。はい、まあ、増えてくるわけじゃないですかと、はい、で、まあ、施設に預けられなかったらこうデイサービスとかね、いろいろあるんですけども、それはまたお金がかかると。はい、で、まあ、それを頼んだところで、じゃあ付きっきりで見ててくれるかといえばそういうわけではなくて、うん、やっぱりそのなんだ、そのどっちか、その若夫婦のね、うん、若夫婦っても中年なわけですけども、うん、どっちかがその見てなきゃいけないと、寝たきりになった ね、まあ、まあまあね、おじいちゃんかおばあちゃん、うん、まあ、そのお父さんかお母さんになるわけですけどもね、はいはい、本当のお父さんか義理のお父さんかわからないですけどもね、うんうん、はい、で実際その介護やってるってもう先が見えないって、本当に、うん、で、ね、例えば地方とか入ってしまったら本当にね大変じゃないですか、うんうん、何しでかすかもわかんないし、でかすでいいかでも失礼ですけどもね、何するかもわかんないし、うん、はいはい、で先が見えなくて本当に疲れてしまって自分を見失ってしまうみたいな人が最近すごく多いらしいんですよね。なるほど。それでほら、介護疲れで自殺であったり、それから本当にその親を殺してしまうとか、うん、よく聞くニュースじゃないですか最近。聞きますね、うん、はい、でこれからこれどんどんもっと増えてくると思うんですよ。うん、うん、で本当子供がだってできないんでしょ、日本人の平均年齢高くなってくるんでしょっていう。ああ、はいはいはい、うん、だとこれね、本当社会的な問題たちしっかり考えていくべきなんじゃないかなと、うん、今更ながらに僕は思い始めてですね、うんうん、まあ数年経つんですけども、うん、はい、どうでしょうか。まあさっき非常に言葉の使い方として、うん、その高齢化社会ではなくて高齢社会って言ったじゃない、うん、その化がもうすでに抜けてしまって、抜けてんですよね、日本はもう完全に高齢社会になってしまったっていう現実がありますよね、うん、はい、そうするとまあよく言われる言葉ですけど、うん、老老介護、うんうん、老人が老人を介護するっていう、 そう、うん、だってみんな寿命伸びちゃってるからね、うんうん、それ80度が90になっちゃったらさ、うん、娘とか息子でももう60度か、そうなんですよ、昔でいう、まあ、おじいちゃんなんですよね、なんだよね、うんうん、やっぱりそれはまあいくら60が若いとはいえね、うん、厳しいよね、やっぱ体力的には衰えてくるわけですよ、うん、一生懸命筋トレしていてもね、仮に、うん、うん、だからまあその高齢社会でのその老老介護っていうのがまず一つ大きな課題っていうか問題で、うんうん、でまあ当然政府も
そういうね、うん、もうことは分かりきってることなので、うんうんうん、あの介護保険でしたっけ、うんうん、始めましたよね。あ、だから今私たちはまだそこの年齢に達してませんけど、はい、40歳以上になると保険料取られてますよね、うん、はあ、うん、でまあ自分たちに返ってくるようにしてるってことですか。そうです、まあね、だそれ も,、うん、もまあ高齢社会がもっと超高齢社会じゃありませんけど、うん、もっともっとね、あとお年寄りが増えたら、うん、その介護保険料ももっと引き下がるかもしれませんね、うん、年齢がねとか値段が上がったりとか、それこそ成人とかね、20歳ぐらいからとか、そのぐらいじゃないと多分追いつかないし、さっき言ったように、うん、まあヘルパーさんとかね、頼むにもやっぱお金かかるわけだから、そこはとりあえずなんかもう少し安くするか無料にするかみたいなね、その子供のなんだ高校を無料にするとか、うん、なんだっけあのほら助成金あるじゃないですか子供に、うん、子供手当、うん、あんなんじゃないんですよもはや。なるほど。うん、いや まあね、お金は出てこないですからね。あと根本的にやっぱりもうなんかその話変わっちゃいますけど、はいはい、公務員削減なんですよ本当に。なるほど。いらないんですよあんなに、うん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 、そういうところからお金を回していかないと、うんうん、とてもじゃないけど回らなくなるでしょ国自体がっていうね。そうですね、うん、でも子育ては子育てでね、新しい人をどんどんね、うん、こう生み出してくれないとね、うん、またなおのことを、まあそれはそうです、確かにそうですけど、ね、本当にもうどうしようもない、ね、どうしようもない、ね、まあ、だそこで消費税アップとかなっていくんでしょうけど、まあね、結局税金ってことなんでしょうね、うん、まあでも介護なんですよ話は、はい、うん、本当これなんかね、そのうん、まあ、身近で見てるんですよね、そういう人たちをね、うんうんうん、自分のね親もそうなりかけてましたから一時。なるほど、うん、だからなんかうまいことする方法ないものかなと。まあでも無駄を削減はもちろんそれはそうなんだけど、うん、はい、まあ、結局そういうのを充実してる、例えば北欧、北欧か、うんうんうん、北欧諸国とかね、ノルウェーとかあの辺ですよね、税金えらい取ってるよね、うん、なんかそれでもこう使い道しっかりしてるから文句言わずにみんな払ってるじゃないですか、まあ、だからそれこで国民の合意が取れれば、うん、そういう選択肢もあるでしょうね、まあ、ありですよ、福祉社会っていうのもね、きっと、うんうんうん、その代わりあまり自分で使えるお金減っちゃうから、減っちゃうから、でもその代わり全部でもない、あとある程度までは国がやってくれるっていうシステムに、それにね、うん、合意できるからね、うん、うん、ただここまで資本主義になってしまった金の日本はみたいな、こうがんじがらめな話になってくるんですけども、うん、うん、なんだろう、その介護やってる人もこうやってる人ももう少しこう報われるシステムにしてほしい。まあね、確かにそうですね、うん、だからちょっと僕そうそうかな、8月のね末ぐらいに新曲を全然関係ないじゃないですか。いやそれもともと介護やってる人向けに書いたんですよ、サビのフレーズがね、まあ、ここで発表しますけ ど, どうぞ、頑張ろうなんて思わなくていい、おだってもうこんなに頑張ったじゃない、なるほど、うんうん、まあ、そこをこうなんだろうな、介護だけじゃなくてもこの間自信を受けて、うん、ちょっともっと大きな視点にの歌詞にはしましたけども、ちょっと変えてね、一部変えて、だけどまあそんな風にこう、うん、どっかにこう心のね休まる場所を求めながらやってほしいなと。うん、なるほど、はい、まあ、難しいテーマですね本当にね、まあ、最終的にはやっぱりでも税金になっちゃうんでしょうね、まあ、結局そういうところに行き着くんでしょうね、うん、そこで、まあ、一つの選択は迫られるでしょうね、うん、はい、というわけで今日は介護のお話でした、はい、ありがとうございました。